ありがとうございます。皆様、改めまして、カゴメから参りました、有沢と申します。今日はよろしくお願いいたします。途中から入ったんですけども、非常に高い議論だったんで、ちょっと最後に皆さんにですね、ご納得というか、いただけるかどうかわからないですけど、私の今までの経験だとか、考えだとかを、ちょっと自分勝手な話ぶりになっちゃうかもしれませんけども、お聞きいただければなというふうに思います。で手元にありますけど、皆さん、今まで講演された方って自己紹介が全くなかったんですけど、非常に自己啓示力、私、強いもんですから、まず自分のことを知ってもらわないと気が済まないんで、今、ご説明いただいてきましたように、共和銀行、今のりそな銀行ですね、入りましてですね、で、2004年にホヤっていう会社に行きました。で、実は後でちょっとホヤの話させていただくんですけども、ホヤって非常に面白い会社なんですけど、これ後で話させていただきます。で、その後 AIU 保険というところに行きまして、今、カゴメに来まして、ミッションなんですけども、カゴメの人事のグローバル化を実現しって書いてあるんですけど、なんか陳腐な書き方でね、すごいちょっと嫌だったんですけども、後でこれもお話ししますけども、カゴメっていうのはですね、本当にグローバル化というか、そういうグローバルとは全く無縁とは言いませんけども、遅れてる会社だったんですよ。例えばキューピーさんとか、味の素さんだとか、キッコーマンさんだとか、いわゆる同業の方々に比べても、格段に遅れてる状況で、で、その中でしかも人事っていうのは非常にプアな状況というかですね、その仕組みも含めてそういう状況だったということで、ちょっとそれを立て直してもらえないかというか、やってくれないかということで参りました。好きな野球チーム、阪神タイガースということで、私は兵庫県の西宮市生まれでして、子供の頃から阪神タイガース以外野球じゃないっていうふうに父から教えられたものですから、今でもちょっとこれ書いてます、阪神がちょっと失速気味でございまして、今サインを取れるかどうか微妙な状況ですんで、非常に今、今日もちょっとヤクルト戦のことが気になってしょうがないという状況です。で、趣味は音楽鑑賞、映画鑑賞とか、書いてありますけど、あとアニメですね。で、最近はドラマの家族狩りって天童新たの、家族狩りっていうのにちょっとハマってましたけども、ちょっと前までは公演の時にここがですね、進撃の巨人だったんですね。で、そのちょっと前は半沢直樹だったんですけど、それはどうでもいいんですけども。というような、そういう人間です。で、今日お話しさせていただく話というのは、ちょっと一応目次作りましたけど、まずカゴメはちょっと簡単に説明させていただきます。で、グローバル人事制度っていうものについてどういうふうに考えて作っていったのかっていうか、今作っている最中なんですけど、この話をさせていただいて、でついでですから、せっかく私もいたんで、一応ホヤからちゃんと許可取っておりますんで、ホヤっていう会社の事例からですね、その人材育成っていうものをどう考えてたか、特にサクセッションプランですね、これどう考えたかっていうことをお話しさせていただければなというふうに思います。で、まずカゴメなんですけども、実は創業したのは1899年、今が115年前です。非常に古い会社で、これ115年前にはですね、トマトが日本で初めて発芽した年だそうです。で、その年をもって一応、創業の年としております。で、大体ですね、従業員は2200人ぐらいなんですけども、うち株主がですね、ここ17万3000となってますけども、今19万ぐらいですね、ほとんどは個人株主の方です。いわゆるファン株主と言われている方々がほとんどです。で、事業所はもう、日本中、大体どこでもあるんですけども、登記上の本社は名古屋です。で、名古屋なんですけども、実態的にはもう役員も含めてほとんどが、東京の本社、水天宮、浜町ですね、のところに今あります。で、海外拠点、こうしてみるとですね、海外いっぱいあるじゃないかと、グローバルに結構やってるじゃないかと思われると思うんですけども、ここ数年なんです、この海外の会社が増えてきたっていうのは、例えばユナイテッド・ジェネティックス・ホールディングスって会社があるんですけど、UG って我々呼んでるんですけども、これは種の会社です、種苗、例えば滝井種苗さんだとか、日本で言えばそのいわゆる、なんですかね、本当、種のところの会社ですけど、これのアメリカの会社を、買収しましたとかですね、ほとんどの会社が中国、台湾以外はほとんど買収ですね。インド、タイは違いますけれども、オーストラリアとか、そういったところからほとんど買収して増えてきたという会社です。で、最初に私がですね、カゴメでですね、やったことっていうのは、とりあえず海外を見ようと思って、海外を1年間かけて回りました。アメリカも3回ぐらい行きましたし、ヨーロッパの、一番ですね、拠点になるのはポルトガルにあるんですね、リスボンのすぐ近くにある、この、HIT って書いてあるこの会社なんですけども、行ったんですけどもですね、聞き死に勝る状態というか、例えばですけども、オーストラリア、カゴメオーストラリアってあって、当時はセデンコって言ってたんですけども、カゴメオーストラリアって会社ですね、評価シートを見せてもらったんです。で、行ってですね、評価シートを見せてもらったら、
例えばセールスマネージャー、セールスですから当然、まあ、あのセールスは責任ありますよね。でセールスマネージャーの評価指導を見てしまったらえらい簡単なんですよ。1行目何書いてあるかって思うと、その人の目標の第一はたくさんの人に会うことって書いてあるんですよ。でたくさんの人に会うことって当たり前じゃんと思って、で次に結果に何書いてあるかっていうと、たくさんの人に会いましたって書いてあって、5点満点の5って書いてあるんですよ。でそれを CEO が OK って言ってるんですね。で私結構怒りましてね、これは評価ではないと、評価でも何でもないし、こういうことをやってたら会社おかしくなっちゃいますよっていうことで、でまあちょっと社長と相談して、その CEO を実は変えていただいて、で新しい CEO がその人事やる気満々の腕ブルンブルン震わせてる人でですね現れて、で、まあ大きく変えたんです。でカゴメオーストラリアでは結局、まあバランスとスコアカードの概念をちょっと入れることにしまして、でその時にみんな集めて、ちょっとさっき話出ましたけども、僕がちょっとマネージャー全員集めて言ったのは、 You are all HR manager だと、マネージャーは全員 HR のマネージャーだと考えてみると。というのは当時オーストラリアには HR のマネージャーいなかったんです。誰もいなかったんです。 HR の担当が1人だけいただけだったんです。だからあなた方は全員 HR のマネージャーですよっていう話をしたっていうことがあります。で HRT というポルトガルに至ってはもう HR の人さえいません。ファンクションもありません。でどうやって評価決めてたかっていうと、HIT のその一番上の人、社長にあたる人なんですけど、現地の、ポルトガル人の人が全部決めているという状況だったんで、そこも結局だから HR のディレクターを入れて、HR のマネージャーを入れてっていう、まあ、そこから結局始まってるんで、本当にグローバル化といっても、売上全体でいうと、実はカゴメの 10% 強なんですよね、あの海外の売上っていうのは。ですから、まだまだということなんで、それをまあ基本的に、まあ、統一じゃないですけども、していこうというのが、まず最初に私がやろうとしたことです。でこれはまあ企業理念なんですけども、まあ、ここはまあ基本的には、まあ、我々としてはこの感謝、自然、開かれた企業で、この開かれた企業というのは実はちょっとポイントで、これがちょっとお話しすることは、この開かれた企業に関わるところに入ってくると思います。で、NEXT50 というのは何かっていうと、これはですね、あの3年前に書かれた中計なんです、中期計画で、3年ごとにやってまして、実は1899年から64年間は、愛知トマトという会社の名前で、社名変更したのは1963年にカゴメにしました。そこから50年経って、要するにまあ日本国内は大体まあなんとなくブランドイメージも次からかなと。で、次の50年間、2013年から53年間、50年間で世界のカゴメになろうということで、NEXT50 っていう、そういう一応名前を付けたんですが、まあなかなかうまくいかないのが現実ということです。で、これからグローバル認知制度なんですけども、まあここでまずですね、まあさっき申し上げた世界をいろいろ回って話をした中で、さっき申し上げたように結局 CEO 海外でもですね、その現地の CEO がやる気を やってくれないと何にも回らないということが分かったんですね。分かったというか、まあ、そういうつもりで行ったん で現地の CEO にまず HR マネージャーを雇えということとか、 HR のディレクターを入れろとかですね、仕組みを作るのは後からでいいから、とりあえず HR というもののファンクションを作れとか、そういったことから始めました。で NEXT50 の中で実は人事っていうのはものすごくですね、あの大事なあのパートになったんですけども、その時にまあ強い意志とリーダーシップっていうのが、この当時の社長の西っていうのがいるんですけれども、非常に強力なスポンサーになってくれました。でここが実はキーで、まあ結論としては人事っていかに経営を巻き込むかっていうことが一番大きなポイントだと思うんですよね。で皆さんも普段仕事されている中で経営をいかに巻き込むかっていうことで苦心されていると思うんですけども、人事の仕事っていうのはオペレーションではなくて、基本的に経営そのものだと僕は信じてるんで、経営を巻き込まない人事ってのはありえないというふうに実は思ってます。という意味ではその西っていう会長、まあ、今会長なんですけどもが常に後ろ盾になってくれるようにしてくれたということと、私自身も一応そういうつもりでやってきたということが良かったと。で実は私銀行の時もそうなんですけども、銀行の時の話をするとですね、ちょっとまあ軽く話すると、私がいた時に朝日銀行っていう銀行にいたんですけども、共和埼玉朝日リソナ、その時に朝日銀行にいたんですけども、人事の担当、まあ、責任者だったんですね。で、まあ、公的資金を受けました。3兆6000億円の公的金を受けました。その時は本当に皆さんどうも申し訳ございませんでした。言葉を書いて謝らせていただきます。で3兆6000億円いただきまして、で細谷さんという会長がいらっしゃったんですよ、 JR 東日本から。でちょっとあっちのテーブルでも話したんですけども、その時にまず私が呼ばれましてね、お前が一番悪いと、要するにこの銀行をこんなふうにしたのは人事が一番悪いって言われて、私は猛反発したんですね。猛反発したんですけども、
結局その時にですね、まあ年収は全員4割カットですね、4割カットで、もうそれはもう担当も含めて4割カットですから、相当厳しい状況でした。でその時ただですね、一応私の方で最後抵抗したのが、人材育成の費用だけは絶対に削らないでくれと。なぜかっていうと、銀行って基本的に商品の差別化ってあんまりないじゃないですか。今日銀行の方いらっしゃってるって聞いたんで、ちょっとお耳に障ったら申し訳ございません。だけど例えばメガバンクの商品の違いとかってお分かりになります？僕は銀行員だったんですけど、僕も正直言って分かりません。まあ、ある意味金利が違うとかそういったサービスが違ったりと思うんですけども、基本的にはやっぱり皆さん担当者とか人で選んでるところって多いと思うんですね。近いところの視点だとかそういったところでいろんな決定要因があると思うんですけど、やっぱり人なんですよ。でそれでまあその細谷会長に人材育成の費用だけは絶対に下げないでくれって言って、当時ですね、人材費用 の費用が予算が5億円だったんですけども、細谷会長はすごくてですね、給与 4割カットしてるんですよ。4割カットしてるのに7億円にしてくれたんですよ。でここを要するにやらないと絶対に銀行は再生しないっていうことが分かっていただいた。だから僕はもうお亡くなりになられたんですけど、頭が上がらない、方です。で、その後はホヤっていう会社に行ったんですけども、そこもですね、やっぱり社長が人材育成はね、最初全然関心なかったんですよ。関心なかったんですけども、こういうことを後で一番最初にお見せする作戦書プランやろうっていう時に、社長が全世界の人にもうリーダーを集めてこれをやるからと、で文句あるんだったら言ってこいということを言っていただいた。で今の実は西会長っていうのも取締役会とかで、この人事のこの考え、新しい考え方を入れないんだったらもう俺の首を切ってくれということを言ってくれる。まあ要は僕はよく経営に合い口突きつけるって言い方をするんですけど、もう心中してくださいと、人事と一緒に心中してください。でその覚悟がないと基本的にはやっぱりスポンサーにはなってくれないし、やっぱり人事が経営だっていうことは言い切れないっていうふうに思うんですよね。だからさっきから覚悟っていう話がよく出てると思うんですけど、まさにそれが僕はやっぱり人事にとって一番大事な、まあ、ちょっと結論めいたことになりますけども、本当に大事なことだっていうふうに思います。であとカゴメにとってですね、実はですね、僕って115年の歴史の中で初めて外から来た人事部長なんですよ。でものすごい抵抗ありました。で OB からもギャンギャン言われたみたいですし、それを守ってくれたのがトップです。でトップのところにバンバン文句来たんですけども、なんか有沢っていうのはなんかりそな銀行の時に3兆6000億円の公的資金を受けて、で AIU 保険の時はなんかアメリカから19兆円公的資金を受けて、22兆円なんか全世界から公的資金なんか受けてるらしいじゃないかとかですね、ありも言わないこと言わされてですね、まあ本当だからしょうがないんですけどね。でそういった改革をするためにはもう基本的には外部から来た人材が必要だっていうことをやっぱりトップが思ってくれたっていうことが、やっぱりここが大事だと思うんですね。だから初めて外部出身の人事部長になったっていうことがあります。であと体制作りも、これもトップから任せてもらって、もうグローバル人事制度立ち上げには専門の部署を作るしかないっていうんで、僕が自分で指名した人間で、まあ、いわゆる外から来た人間とかも含めてグループを立ち上げたっていうのが、これが去年の4月です。それから1年間の間にガラッと基本的に変えてきましたけども、ただですね、カゴメっていうのはですね、すごく僕が言うのもなんですけど、非常にいい会社なんですよ。もう優しいで、まず誠実、正直、みんな社員優しい。でもう、まあ、僕はよく清流に住む鮎って呼んでるんですけども、別に揶揄してるわけじゃないんですよ。だから濁った水ではきっと生きられないだろうなと。だけど本当に清流に住んでいる時にはすごくきれいに見える人たちなんですけども、とにかく人を大切にするっていう基本原則があるんで、これをまず基本的に守んなきゃいけないなっていうことと、それとカゴメっていうのはまず少なくともですね、ステークホルダーだと、働く人たちはっていうことを意識するということですよね。ステークホルダーって株主だとか取先だとかいっぱいいるんですけど、一番僕大事なステークホルダーは絶対に従業員だと思ってます。この信念は絶対変えるつもりもないし、変わりません。従業員が幸せになれなければ絶対にお取り先の方にも幸せを提供できないと思っています。でそれでじゃあどういうふうにしろっていうことなんですけど、よくね、陸首里に行かれた八木さんっていう人事のね、有名な方がいらっしゃるんですけど、よく怒られるんですけども、仕組みなんかどうでもいいって言われるんですけども、まずうちの会社は仕組みから入れないと話にならなかったんで、ジョブグレーディングとか評価の仕組みだとかサクセッションプランとか今までなかったものをとりあえず全部入れようと思いました。でこれもやっぱりキーワードとしては、とにかくやっぱりトップがやっぱり
認めてくれるということ、トップを巻き込むということで、トップって言っても西さんだけじゃなくて、うちの場合は3トップで会長、社長、副社長って代表権を持ったのがいいんですけど、この3人をいかに巻き込むかっていうことが基本的に大事だと思いました。で、じゃあどういうスケジュールでやっていったかっていうと、基本的にはまず第一ステージと第二ステージと分けまして、第一ステージはまずもうとにかく仕組みから作ろうということで、2015年度までの間にジョブグレードとか昇格基準の統一とかコア人材とかのサクセッションプランとかこういったのを確立すると。第二ステージはどちらかというとソフトですよね。ソフトの部分でとにかく最適なポジションに最適な人をどうやって配置するのということをグローバルベースで考えようよということをやってきたということと、どこにどういう人がいるかっていうのをはっきり見えるようにしましょうということをやっていくということをグローバルベースで考えていくということで、これを10年後を見越した形でやっていきたいというふうに思って作ってまいりました。で、今もまして作ってるんですけども、この中でですね、一番重要なのはまずフェーズ1なんですけども、これから例えば人事変えようと思われていらっしゃる方とかですね、人事変えるっていうのはあんまり好きな言葉じゃないんですけども、人事から変えるっていうふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、まず僕がお勧めするのはまずトップから変えることです。トップから変えるって何かっていうと、役員の評価制度とか報酬制度とかこういったのからまず手をつけることだというふうに思います。というのはですね、これも恥ずかしい話で恐縮なんですけども、うち役員で評価制度なかったんですよ。で、まずびっくりしたのが、役員のですね、給料と賞与を見たんですけど、執行役員だったら全員同じ給与で全員同じ賞与なんですよ。常務執行役員も全員同じ給与で全員同じ賞与なんですよ。で、もうまずひっくり返すようになったんで、それ持ってってですね、すぐ社長のところに行って、こんなのやってたら絶対におかしいと。で、下の人に説明がつきませんと。まず違いをね、お互いに認めることっていうのが大事だっていうことで、役員の評価制度と報酬制度っていうもののこの構築をしました。で、それの最たるものは何かっていうと、基本的には固定報酬が割と多かったんですけど、それを変動報酬に回したんです。年収全体は変えないで。で、その次何やったかっていうと、カゴメに社内報があるんですけど、社内報で社長の年収を全部ですね、固定部分が今までこうだって、変動がこうだったのが、変動がこうなって固定がこうなるって言って、金額まで全部開示しました。これは社長の了解を得た上で、一番分かりやすいのが社長だと思ったんで、これからカゴメっていうのはこういった形になっていきますよということで、社長が今固定いくら変動いくら持ってますと。で、これが例えば目標が 100% いけばこれだけもらえますと、 150% だとこれだけもらえますと、 50% だったら社長の変動報酬はなくなりますんで、社長の年収はこうなりますと。で、うちストックオプションは今度導入しますんで、ストックオプションはこれだけになりますというの、全部図解付きで社長の説明もつけて全部開示したんです。まあそれも要するにトップをいかに巻き込んでやるかっていう、ね、そうやるとね、すっごいインパクトありました。こんなことを見たことがないというふうに言われて、当たり前だと思うんですけども、個人情報になるかどうかっていうのは別の問題として、要するにトップから変えるっていう意思を見せるっていうことが大事だと思ったんで、まあ、そこから始めたということですね。で、次にですね、役員部長を対象でグローバルグレーディングっていうのを、これをもう全部導入いたしました。で、役員全体ジョブディスクリプションを作って、これも導入で、これらのものっていうのは正直言って、もうアメリカとかそういったところはもう10年20年前からやってることなんですよ。ただ我々の場合、さっき申し上げたように、極めて何て言うんですかね、本当に一番初歩から始めなきゃいけなかったんで、まず仕組みを作ることが大事だということで、で、部長の評価報酬制度を作ったと。で、今はフェーズ2に入ってまして、グローバル報酬制度全体の確立を進めなきゃいけないっていうんで、今グローバルの CEO の報酬制度全体を今ほぼ大体出来上がりました。で、報酬委員会を立ち上げました。で、外部取締役の方3名入れて報酬委員会を立ち上げました。で、課長の評価報酬制度っていうのも今作っているところです。で、キーポジションを選定、サクセッションプラン導入を行って、で、来年以降はアセスメントとか、もう採用のやり方も、今の採用のやり方のエントリーシートのやり方っていうのはもう古いというかですね、もうそんなことだけでやってちゃダメだっていうことで、もうこの仕組みのやり方も考え直そうということで今考えているところです。ということで、あと研修プログラムも基本的にはもう年次別の研修だったものは全廃させました。全廃させて、基本的にはアセスメントを中心としたそういった研修制度と、あと選択型研修制度、いわゆる自分のスキルに合って自分のキャリアデザインに合ったような形の自分で研修生を選べる形のものを今それを入れているところです。というところですね。ということの、それと基盤作りをして、要はもう変わったっていうことを人事から見せるということです。で、人事ってこういうことを言うとまた怒られるかもしれませんけど、多分おそらく一番変わりにくい部署だと思うんですよ。
でさっきヤフー の, でおっしゃってましたけども、人事来てびっくりしたっておっしゃってたじゃないですか。で多分この中で人事のエキスパートの方もおいでですし、人事のやられた経験の少ない方もおいでだと思うんですけど、多分人事っておそらく一番コンサバティブな部署だというふうに思われがちだと思うんですね。僕は違うと思います。人事って一番戦略に近いところにいるし、一番戦略に近いところになきゃいけない部署だというふうに思ってます。だからこれを変えることに何が変わるかっていうと、会社のメッセージとして社員全体に、あ、こういうふうに変わっていくんだな、カゴメってこういうふうになっていくんだなっていうことが明確に、これをオープンにすることによって分かるということを、これを一応目指して今これを1年ちょっとの間で基本的にやりました。で、いいかどうか分かりませんよ。で本当にみんなが納得しているかどうか分かんないですけども、とにかくまあいろんな人と話をしながらいろいろ飲みに行ったりだとか、もうとにかく意見をいろいろ聞いてお叱りもいっぱい受けながら、まあ、今こういう形でやっているということです。だからここの中でやっぱりキーになるのは、とにかくやっぱりトップを巻き込むということと、改革は上から下から手をつけるっていうのは一番アンフェアだと僕は思います。やるんだったら上からやるべきだというふうに僕は思います。で今ロードマップのイメージとしては、基本的にまず役員人事制度っていうものを構築すると、で次は処遇全体の仕組みを構築して、最後は人材開発の仕組みを構築するということで、で採用だとか研修とかアセスメントっていうのは、そのソフトの部分とハードの部分と両方織り交ぜながらフェーズ1から3までを今やっているという、そういう状況です。こういう時間軸で今進めていってます。でちょっと細かいんですけども、まあ、そこは紙見ていただけるとあれですけども、フェーズ1のところには 今申し上げたことが書いてあります。でフェーズ2のところに今申し上げたようなことが書いてありますけども、これだけやってたら人事じゃないんですよね。そうじゃなくて、やっぱり人事の仕事っていうのはいろいろやっぱ経営と直結するところはいっぱいあるんで、例えばいろんなですね、雇用形態だとかですね、あるいは交流人事だとか、あるいはダイバーシティだとか、もういろんなことがあるんですけども、そういったことも一緒にやっていくということで、いろいろ担当を決めながらこれを同時並行的に進めていかないと、メッセージとしては基本的に僕は出てこないと思ったんで、単発式ではなくて全員部が連続してそれぞれが有機的に結合するような形に持っていくっていうのが理想だと思って今やっているという、そういうところです。というのがですね、カゴメです。で、カゴメまだまだ正直言ってですね、自分でできているかって言われるとですね、いや申し訳ない、まだまだ足りないところがあるんですけれども、ちょっと今度はですね、非常にホヤっていうのは先進的な企業でしてですね、僕がちょうど入った時は売上が3500億で当期純利益が800億円です。当期純利益ですよ。当期純利益800億円っていう会社だったんです。で、なんでそんな儲かるのかっていうと、まあ要はですね、鈴木博っていう有名な社長がいるんですけども、このおじさんがですね、よくみんなに言ってたのが、小さな池の大きな魚を捕まえろと。つまり小さな、要するに市場としては小さくても大きなマーケット仕上げろと。そうすることによってプロフィタビリティっていうか利益収益が上がるっていう明確な戦略を持ってたんですね。まあ、それで基本的にはまあホヤっていうのはすごい高収益企業で、今でもすごい高収益企業だと思っております。でホヤはですね、極端でですね、僕が入った時もそうなんですけど、まずグローバル本社っていうのがありましてね、グローバル本社ってホヤ全体で人数がですね3500人、海外含めると3万8000人いるんですけども、グローバル本社って67人だったんですよ、人事も入れて。で事業部に基本的にみんな任せるというのは、いわゆる事業部制ですよね、完全独立採算制で、で従来の人事部みたいなのが解体されて、もう要するにもうおそらく今の僕が言った銀行とかっては全く別の反対側の方に行った、そんな感じですね。で人事機能の大半は事業部へみんな移されたと。例えば事業部長とかそういったのは、基本的に事業部っていうのは事業部長を頂点にして、その中に人事があるんですね。で事業部の人事権は全部事業部長にあるんです。で、私がいたのは HRD センターっていうのは人事部なんですけど、本社人事部なんですけど、やることっていうのは評価制度の構築であったりとか、報酬指名委員会やったりだとか、上級職やったりとか、事業部間の移動の実施とか行って、でいわゆる人事部には基本的にはですね、各人事担当指揮命令権はありませんでした、なかったんです。で全社横断的な業務に特化するということで、逆にこれをやること、これをやらせてもらえることによって、新しい要はグローバルの人事制度っていうものを作ることを可能にしてくれたというふうに僕は認識しています。で例えばどういうのを作ったかっていうと、ホヤっていうのをグローバルエグゼクティブプランっていうのなんですけど、これですね面白くて、ホヤって日本で初めてじゃないですけど、委員会設置会社に移行した会社なんですね。で日本で初めてのは何かっていうと、外部取締役の数が内部取締役の数を上回った会社なんですよ。
内部取締役は3人、外部取締役は5人でした、僕いたときは。あのメンバーのキッコーマンの茂木さんだとか、IBM の椎名さんだとか、あの日産 の, あのゴーンさんの前の社長の花輪さんだとか、まあ、ほとんどそうそうたるメンツの方です。でその方々が基本的に、皆さん、報酬委員会、指名委員会、監査委員会の全部入ってて、内部取締役は1人も入ってないという、そういう極端な会社だったんですね。でその時に、指名委員会の委員長だった椎名さんとかだったか、茂木さんだったかが、たまたま社長に、社長、あなたはね、明日トラックに引かれたら、誰が後継ぐのって言ったら、社長がいませんって言って、それじゃダメだって言うんで、じゃあ全世界にいるホヤの人間から、明日、要は明日社長になれなくても、何年か後に社長になれる人間を選抜していこうっていう、そういうことを、まあ、おっしゃられたんで、で、一応こういうプログラムを作りました。で、全世界に号令をかけて、で、自薦他薦を問わず、要は自分が例えばこういったプログラム、いわゆるエグゼクティブプログラムに乗りたいかっていう人があったら、全世界で320人手を挙げたんですね。で、そのうち日本人は80人、海外240人ぐらいでした。で、第一選抜、第二選抜、第四選抜までやって、で最終的に、4人残ったんですかね、日本人ゼロでしたね。で、その人たちはどうしたかっていうと、例えば、オランダにいた、ある事業部のマネージャーの人は、別の事業部の上海の総支配人やらせる。あのワークプレイスラーニングっていう言葉がよくあると思うんですけど、働く場所によってそこで基本的に学習をしてもらうと同時に経験を積んでもらうっていう、そういうやり方をしたっていうことですね。で、ドイツにいたやっぱりマネージャーの人は、フランス全体の責任者やってもらうとかっていうふうに、つまりどん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 手を学ばしていくっていう、こういうプログラムを作りました。で、中身はですね、あのよくあるプログラムのパターンなんですけど、例えばホヤだったら VC っていうのはビジョンケアって言ってメガネなんです。メガネのフレーム事業をどういうふうにこれから立て直させるかっていうので、こういったのを調べ、まあ自分で調べて、これは英語で書かせます。で、日本人だったら日本語でも結構なんですけども、これをですね、鈴木社長と外部講師はですね、当時あの神戸大学 の, あの三品先生っていう、あの有名な先生もですけど、三品先生と一応タイアップして、で、我々と私と三品先生と鈴木社長で論文を見て評価して、最終的にこれの評価を決めて、候補者を選抜していくというやり方をしました。まあ、こういうサクセションプランがいいかどうかわからないですけど、第4次選抜はもう本当にインバスケットだとか、こういった演習をですね、どんどんやっていくという形を取っていったという、そういうことです。で、まあ、ちょっと OJT の概要については、まあ、あくまで OJT ですから、これは結構です。で、ここまでなんですけども、話としては、一番何がやっぱり申し上げたいかっていうと、やっぱりさっき申し上げた、やっぱりトップとコミットするということと、やっぱり人事っていうのは本当経営だそのものだっていうふうな認識をやっぱり持つっていうことが、僕個人の意見としては大事だと思います。で、やっぱりここにいらっしゃる皆さんっていうのは、そのやっぱりまあ、いわゆる人事というカテゴリーの中で人を育てる責任も持つでしょうし、いろんなやっぱり人事のことをやらなきゃいけないですけど、人事はオペレーションではないと僕は信じてます。人事はオペレーションではなくて、僕はよく人事の人間に言ってるのは、人事はアートだって言ってます。人事は芸術だと。だから人事っていうのは基本的にみんながやることによって、まあ、結構自己投資してるわけじゃないですよ、じゃないんですけど、人事はアートだから、その要するにみんながこうやることで、その経営そのものに関わるっていうことだっていうことをもう強調するがために、そういったことを話してます。例えば人事異動だってオペレーションじゃないんですよ、作業ではないんです。あれは一人一人のキャリアパスを考えた上で、必ず出来上がった人事異動っていうのはほとんど完璧なものじゃなきゃいけないと僕は思ってます。で、そこまでやっぱり認識を持った上で、でそれが経営戦略とちゃんと結合した人事異動になっているかということを考えるということが僕は大事だなというふうに思ってます。ちょっと僕の、すいません、非常にですね、口が悪いんで、きつい言い方をちょっとしちゃったかもしれませんけども、僕としては今申し上げたようなことを皆さんに今日お伝えできればなと思いまして、今日お話をさせていただきました。はい、じゃあそれではどうも皆さんありがとうございました。はい、それでは、ここから少し対談で論点をまた掘り下げていきたいと思うんですが、有沙さんどうもありがとうございました。すいません、ありがとうございました。経験について非常にこうオープンにお話をいただきまして、オーディエンスの皆さんも手触り感を持って聞けたんじゃないかなと思います。まず私の方からいくつか、まあ、重要なキーメッセージもすでにお話しいただいていると思うんですが、その後にさらに掘っていくことができればと思うのと同時に、理想な時代、それから今のカゴメさんで、さらにホヤでという3つの事例をいくつかお話しいただいたんですけれども、まずカゴメさんのですね、やられていることっていうのは、具体的に非常にインパクトのあるトップのこう報酬の考え方を全部クリアにするとか、
果たしてそんなこと自分にもできるだろうかってこういうふうに誰しも思うと思うんですが、はいはい、我々おそらくここでやったことそのもののハウに着眼するよりはなぜそれをやったのかということがすごく大事だと思うんですね、はい、でそういう面ではカゴメに移られてさっきすごくこう綺麗な水の中にいらっしゃる、社員の方の様子だとか、それから役員の差がつかないとか、要はとある問題意識をお持ちになったと思うんですけれども、うん、それもう一回ちょっとキーワードとしてカゴメをどういう会社にしていきたいと、はいはい、いうふうに思われたのか、そこをちょっとまず聞かせていただきます。単純に言うとやっぱり市場価値を持った会社にしていきたいと思ったんですね。でカゴメっていうのは本当に皆さんに非常にご愛いただいてて本当に ありがとうございます。改めてお礼申し上げます。でただやっぱり中で見てると正直申し上げてやっぱりそのブランドだとかそういったのにまあ、なんとなくあぐらをかいている部分があるんじゃないかなと、つまり変化に対して非常にちょっと弱い会社じゃないかなと思ったん で今非常に実は今飲料って厳しいんですよ。で厳しい状況下の中でやっぱり我々の収益も落ちてるんで、その時にあたふたするんではなくてマクロ環境の中でも十分耐えきれるようなそういったマーケタビリティを持った人間を多く育てたい、で会社自体もそういったマーケタビリティを持った会社にしていきたいっていうのがそれがそもそもの考えです。だからカゴメ自体はもう非常にいい会社なんですけども、単にいい会社で終わるんではなくて競争力の強くてさすがカゴメだなって言われる会社にしたいなっていうのがもともとの思いです。マーケットに対するこう感応度が高くて結果その変化に対する機敏な自律的な自己変革だとかもってして競争力を自ら高めていくというようなメンタリティを社員に求めたいというのはみんなそうだと思うんですよね。でさらに有沢さんの場合はそういう人間になるためにはどんなような刺激を与えるとそういうふうにいくというような仮説を持って今やられてるんですか。一応僕はとりあえずどの会社に行っても実は人事の人間まず最初に集めて言うことは当たり前のことなんですけど、皆さんも多分やってらっしゃると思うんですけど、皆さんは人の一生を背負って生きてるっていうことを忘れないでくれと。で人事に来てるということはある意味その責任を負ってるってことだよと。でそれは社員だけじゃなくてその社員の家族あるいはその親戚も含めてその人の一生を決めるってものすごく責任の重い仕事をしてるんだと。でそれがかつその人が生き生きと仕事をすれば会社全体が結局だからアグリゲートっていうんですかね、つまり全部こう集めると会社全体の価値が上がるんだ、だからそういう仕事をしてるんだっていうことをそれを徹底的に何回も何回も集めて、まあ僕は今月1で部内会やってるんですけども、それを最初の必ず言うんですよ。みんなそのことを忘れてないってことは必ず言うんですよ。そこのやっぱり何て言うんですかね、ことは忘れないようにしてるんです。なるほど、はい、そうすると今のはまあ人事部員に対するメッセージということを例に引き上げていただきましたけども、それぞれ自分の仕事の本質的な責任は何なのか、はいはい、もっと言うと人事部であれば誰に食わせてもらってるのか、そうですそうです、まあ一般の人であればお客様に食べさせてもらってるするならば、そうですそうです、お客様のことを本当に考えるのが当たり前だろうという、まあ、ごくごく当たり前のメカニズムを、今のその市場連動という給与のあり方だとか、いうことのメッセージを通じて伝えたかった、はい、あるいは今伝えている、はいはい、いうことなんですかね。そうですね。実はさっきもちょっと向こうのテーブルで話出てたんですけど、たまたまよくスタッフ部門ってコストセンターって言われるって話出てたんですよね。で僕も実はそのコストセンターって言葉大っ嫌いです。で必ず人事っていうのはお客さんは従業員じゃないですか。でその従業員のお客さんの先にはお客本当のお客様がいるじゃないですか。だからその人事の仕事っていうのは最終的なエンドユーザーの方のいかに満足してもらうことってやるかっていうとプロフィットセンターなんですよ。だけどプロフィットセンターって言葉は僕はあんまり好きじゃないです。だからスタッフだろうが何だろう、スタッフ部門だろうが何だろうが価値を創造することにおいては、これ切れ事でも何でもなくてですよ、価値を創造することによっては現場と何の変わりもないという意識を持つと、それと人事がオペレーションだっていう概念っていうのはどっかに消えちゃうはずだっていうのがもともとの信念ですね。極めてその本質的な話なんですけど、ちょっと私自身も銀行で長銀にいましてね、で長銀の破綻の時に、まあ、自分が同じように人事部門にいたんですけども、グローブス来てから絶対に言わないと思っていることが一つあるんですが、まあ、我々は雇用を守るということは口が裂けても言うつもりがないんですね。なぜならばそんなことは担保できない、従業員を いたずらに安心感で、まあ、要はそのディマンディングにしてしまうというふうに私は思うんです。で本当の従業員のことを考えるのであれば本当にマーケットベースで自分たちが生きられるようにするべきだということをメッセージするのが、まあ、
最も誠実だと私は思うんですね。これは私自身倒産経験を経たから得た自分の持論なんですけども、有沢さんの場合は、うん、例えば今いちいちね、あの経営に対して合口をつけるとかいう話で、はい、まあ、相当こう気合いの入ったおっさんなんですが、はい、まあ細谷さんとの一件がインパクトがあったんだろうなと思うんですね。あんたの責任だろうと言われてしまった。そうですね。でね、そこでなんかそういう認識になったこう感情っていうんでしょうか、どんな感じだったんですか、言われて。いや、まずですね、細谷さんに言われたのは最初何かっていうと、やっぱりあの、まあ、人事あの諸悪説じゃない、根源説みたいなこと言われたんですけどね、その時に僕は反論したんですよ。いや、そんなことはないと、人事一生懸命頑張ってやってますと言ったら、じゃあなんで銀行は3時になったらシャッター閉めるんだって言われて、それは人事の指示かって言われたんですよ。いや、人事の指示じゃありません、金融庁がそういうふうに一応言ってるんで、嘘つけと、そんなこと言ってないぞと言われて、他にもだって5時までやってるところってあるじゃないかと、なんでお客さんの立場に立ったら3時に閉めるなんてお客さん来れないじゃないかって言われたんです。それが一つで、次にもう一つ質問されたのは、じゃあ有沢さん、なんで窓口の女の子とかね、男の子っていうのはみんな座ってるんだって言うんです。お客さんは立ってるだろうと、窓口のいる人はみんな座ってるよって、失礼じゃないかと、窓口も立つべきだって言われて、いや、あの会長、それはですね、あの窓口に立ってると腰痛がとかって私も余計なこと言ったんですよ。で、労働法の組合からとかって言ったら、そんなのは関係ないと、そうじゃなくてお客さんのために何ができるか、お客さんから見てどうなのかっていう、その顧客視線が君じゃないんだって言われて、もうね、泣きそうになりました。なるほどと、言われりゃ確かにそうだなと。だからそれがやっぱりで、そういうことをやっぱり人事がそういうふうに思っているということは、やっぱり人のやっぱり配置だとか人の育て方とかもそういう育て方やってきたんじゃないの君はと言われて、そこでやっぱりね、はっとやっぱり思います。あ、俺はやっぱり今までの地合い方っていうのは銀行の常識や世間の非常識ってよく言われたことは、あんなことねえよと思ってたんですけども、あ、やっぱりそうなんだなっていうのは、やっぱそれがやっぱりインパクトありましたね。一見当たり前だったり予見として受け入れなきゃいけないと思っていることを丸呑みして、そこから思考が止まってたんじゃないかと、こういう自己反省。そうですね。だから横並びでいるっていうことの安心感がやっぱり銀行にいた時はあったんですね。だけどそれは横並びでいるということは逆にリスクだって言われたんです。そうじゃなくて、要するにあのディファレンシエーション、差別化を行うっていうことが大事だ。で、それでまあ逆に逆手にとって、じゃあ人の差別化を行うためには、じゃあお金くださいって言ったらお金をくれたっていう、まあそういうまあ話なんですけど、続きとしては。はい。あのトヨタさんのセッションで、第一トヨタ第二トヨタってあったんですけど、私もあの人事のあり方っていうのは第一人事部第二人事部じゃないかって気がしてまして、先ほどオペレーションは人事じゃないとおっしゃるんですが、とはいえ給与計算とか、はいはいはい、最終的な安心感っていうのは人事はしっかり持たなきゃいけないという第一人事部の世界があり、はいはい、有沢さんのように合口をつけるような経営を変えようとする第二人事部があり、第一人事部は尊重してないんですか。尊重してないんですか、第一人事部。いや、あの僕は基本的に同じだと思ってるんですね。で、やっぱり例えば給与計算だとかそういったのも、確かにオペレーションの側面がないかって、それはオペレーションで、それは確かにオペレーションかもしれないんですけども、でもそこで例えば間違えるってことがどういうことかっていうことだと思うんですよね。例えば給与間違えて入ったらとんでもないことだと思うんですよ。で、そう考えるとやっぱり相手があるってことを常に考えるってこと、だから常に何て言うんですかね、自分の常に仕事を流すんではなくて、この仕事の意味っていうのは何かっていうこと、これを一応教えるわけですよ。いろいろな、例えば今やってる給与計算の仕事っていうのはね、例えば社員にとってはこういう意味があるんだよとかっていうことを意味付けどんどんしていってあげる。で、それでモチベーションを上げていってあげるっていうふうにすれば、それが戦略的かどうかは分かりませんけども、その僕にとってみるとはすごい戦略的なんですよ。要するに攻めというか、開かれた企業の中においてそういった社員に対してオープンな人事であり続けることには、オペレーションもそこも重要だ。なるほど、はい、あの非常にこう理解としては進むんですけども、一般論としてもうちょっとここチャレンジしたいんですが、はい、そのまあ最終的に評価におけるフェアネスとか、従業員にとっての、まあ、駆け込みドラとは言えませんが、あの人事部長はやっぱり人間性に引いててるから非常に安心感があると言ったようなタイプと、それからまあ変革を自らこう牽引していくような人事の世界っていうのは、
頭の使い方や思考のリズム感みたいなものっていうのは、うん、若干違うんじゃないかなという気もするんですね、うんはい、こっち側に向いてる人と、こっち側に向いてる人と、はいはい、あの同じだって話もあるんですが、こういうその違った側面について有沢さんどんなふうに理解されてるんですか。いや僕はね基本的に同じだと思ってるんですよ。っていうのはだから、まあ、言葉で言うと僕じゃなくても誰でもできる、うん、でやろうと思うのは感覚その非常に簡単で、さっき申し上げたようにトップを巻き込んで前に進むかどうかっていうことと、今の現状っていうかその例えばコストセンターとか言われてる現状だとか人事はお荷物だとかってなんか言われたりとかすることがあるわけですよ。それに対して悔しいと思ってじゃあ人事から変えてやるっていうふうに思えるかどうかって、それだけだと思うんですよね、うん、ただ僕やってることっていうのは別に本当に大したことやってるわけじゃなくて、制度作ったりそんなのって正直言って本当にもう人事の方ちょっとやられた方であればすぐできることだと思うんですけども、もし仮に違いが少しでもあるとするんだったら、あの常にさっき申し上げた経営を絶対巻き込んでとにかく前向きにやっていくということと、経営そのものだって意識をとにかく人事の部員に教え込んでいく、もうだから刷り込みです。なるほどね。お話を聞いてると、その、まあ、まずハートに火がついたというのは非常に分かりやすいんですが、一方で戦略人事で経営を巻き込みついた時には、先ほど銀行の例でもどんなに給与が4割カットになっても育成だけは落とさないでくれ、なぜならば銀行業とは最終的に人しかいないから、あるいはかごめさんの話もマーケットの中でさらされているリスクに対してもっと強く自分たちをドライブできるためにはもっとフェアであり透明性の高い評価システムが必要だ、はいはい、ホヤにおいてはサクセッションプランという次の経営者が本当に必要だから、はいはい、それに応じた仕組みを作っている、はい、私はあの戦略人事という面では気合根性だけじゃなくて、今ビジネスがどういう状況に置かれていて、はい、このインダストリーこの産業一体どういう特性がある、だから人事がこうする、はい、まさにリンケージ、はい、これ非常に取られてるっていうのも思ったんですが、はいはい、普段そのためにどんなことをやられてるんですか。まあ、勉強っていうと変ですけども、あのですね、うん、すごい余計なことかもしれませんけど、いろんなことに興味持つんですよ。結構僕雑学だと思ってるんですね。で、なんていうか世の中の流れにやっぱり敏感であるっていうのはすごい人事にとってものすごい大事なことだと思うんですよね。で、人事ってあの本当に例えば移動の作業も大変ですし、多分皆さんがやられてるような例えば昇格の作業だとかそういったのはすごい大変だと思うんですけど、そこに入っちゃうとタコツボ状態になっちゃうんですよ。そうじゃなくってタコツボにならないためには常に、まあ、よくアンテナ高くしろとかって簡単に言葉言いますけどなかなかできないと思うんですけど、僕は自分の時間をある程度削って、でも例えば変な話ですけど、さっきドラマの話とかアニメの話したじゃないですか、いろんな世の中で起きていることに興味を持ってるというのが僕大事だと思ってるんです。それが何て言うんですかね、自分 の若く、まあ、僕もう54のええ加減もおっさんもええとこなんですけどいやこっからですなんですけども、だけどあのやっぱりそのやっぱり鋭敏さを、エビさんっていうんですか、そういったのをやるとやっぱり若い人事のやつだと話があったりするんですね。で今度現場に行くじゃないですか。で現場にしょっちゅう行ってやって話して、例えば飲みに行ったりでも何でもいいんですけど、話した時に共通のやっぱりそういったお互いの共通感覚を見つけるっていうのが相手に共感を持ってもらうことのやっぱり第一歩だと思うんですよね。だからそういったところのやっぱり努力っていうほどのことはしないんですが、単に趣味の問題ですからなんですけど、はい、そういったことは怠らないようにしてる。好奇心、あの実はまあ今朝安渕さんから始まったんですけど、うん、同じことが言ってるんですよね。やっぱりキュアリシティというか好奇心でありキープラーニングでから言ってましたけど、うんうん、その我々自身やっぱりキープラーニングしてますかっていう自問なんでしょうかね。一つはね、いろんなものにまあ積極的な好奇心を持ってますかっていう、まあ、問いも今いただいたような気がします、うん、次にですね、その戦略人事の一環としてものすごく ストーリーにこだわっているように受け、うん、あの感じたんですね。先ほどその、例えば今かごめさんでやってる話も、まあ、トップから巻き込むってことを100万回ぐらい言ってましたけれども、それは社員に最もメッセージが伝わりやすいからだというような、そうそう、はい、でこのメッセージング、つまり全社に伝わらなきゃ意味がないというぐらいの感じなんですが、伝わりやすさっていうことで工夫されてること、まあ、象徴的なことをやるとかですね、なんかあると思うんですけど、上からっていうのもその一環だと思うんですが、他になんか伝わりやすさで工夫してることとかありますか。まずですね、とにかくやっぱり現場に行くっていうことですね。だから僕は人事は机の中の上にずっと座ってる人事っていうのはないと思ってるんですよ。で、現場のことを知らないで人事をやることぐらい悲劇なことはないと思ってるんです。で、まあ、この中で銀行の方もいらっしゃると、銀行の人事って実はですね、ちょっといいところもありましてね、現場を基本的に経験しないと人事絶対いけないんですよ。
営業店で基本的にそのまあアホバカ間抜けとか言われてですね、とにかくもう泣きながらあのいろんなことをやってきて融資やったり障害やったりした人間でないと人事に行けないっていう、そういうあれが、人事行くのがいいかどうかは別にしてですよ。だから現場感覚をなくすっていうことは本当人事にとって僕死を意味すると思ってます。極端な言い方ですけど、だからやっぱり常に現場と共にいるっていうことを口ではなくて人事部長なりそれが自ら行くっていうことがすごい大事だと思います。というのはアメリカにですね、あの僕が最初にあの行った時に何言われたかっていうと、日本に人事あったんですかって言われたんですよ。で、いやいやいやありますよと言ったら、いや知らなかったと。それ CEO に言われたんですよ。で、いや人事部長なんか見たことも聞いたこともないと。でオーストラリアと同じです。あの、あ、人事ってあったんですねって。いやだから人事が日本にないからオーストラリアも人事作る必要ないと思ってましたって言われるんです。だからやっぱり現場に行かないとダメだと思うんです。だからあのよく現場主義現場主義とかってねよく言われるんで、本当 あれですけど、単なるその言葉の現場主義じゃなくて、単に行くだけじゃなくてちゃんと話を聞いて問題点を洗い出してあげて解決策まできちっと提示してあげるっていうところまで、そこまでやって初めて信頼って得られると思うんですね。それがたとえどんな簡単な解決策であっても、どんなに本当にもうあの、まあ、つまらないっていう形は失礼ですけどもであっても、あ、人事が来て話をしてくれたっていうだけですごく現場の方は喜んでもらえると思うんですね。だそこのキープリレーションというんですかね、リレーションをいかにその、ま、あのずっと保ち続けるって、あ、今度の人事部長は外から来たけどもなんか知らんけどよく現場にいるなと、昨日は札幌にいたし、なんか今日はなんか名古屋にいてなんかくっちゃべってるぞとしてるんだよと、というのっていうのはすごい大事なメッセージとして、で結構みんな口コミってすごいじゃないですか、今 SNS もありますしね。でなんか今度のなんか人事部長がうちに来たぜみたいなのってパーッと広まるんですよね。あのこの間サイバードのあの曽山さん、彼も非常に人事で、ね、頑張ってらっしゃいますけど、同じようなことをおっしゃってるんですけど、彼は昼飯をよく食うと、うんうん、もう5人ぐらいずつ で自分なりにルールを決めて、そうすると1年間で何千人になるみたいな、うん、一つの定量目標みたいなのを設けてるんですが、浅田さんの場合なんかこう行動習慣ルーティーン、一郎が毎日カレーライス食うようになんか決めてることありますか？ですね、まずですね、主要拠点の海外は年に3回必ず行くって義務付けてます。年3回必ず行く。これはですね、あの同じところに3回同じところに3回だから、ポルトガル、ヨーロッパ、それと、中国、それと、アメリカ、オーストラリア、ここはもう、ね、年3回行く。であと全国の工場と営業所は必ず年1回行くと、いうことです。行ってどんなことやるんですか？いや、あのもう単純にですね、まず面談です。個別面談で前回会えなかった人はだから1年間で必ず全員に会うようにしてます。で1600人なんですよ、うちの人間って全体で日本人で1600人ですから、1年2年経てば全員に会おうと思ったら会えます、うん、で会えなかったとしても飲み会にその日必ずあのやってもらって、そこで話をすればまたいろんな話ができるんで、最終的には顔と名前が一致するぐらいの、ちょうどねうちの、あの会社って手頃なサイズなんですよ。これが NTT さんだとかで5万人とかになると、あ、いらっしゃったら申し訳ないですね、うん、あのもあのだとちょっと難しいと思うんですけど、本当にめちゃ手頃のサイズなんで、うん、それが一番効果的かなと思って今やってます。今のでもあれですよね、全員が分かればそれに越したことないですけども、うん、まあ、例えば6割分かれば大体分かってるとか、まあ、3分の1でもかなり分かってるとか、なんか自分なりに目標値を設定すれば、もうバカでかい会社であっても一つやれることありそうな気がしますよね。そうですね、あの別に全員に会う必要はないと思うんですけども、うん、とにかくやっぱり大事なのはやっぱり現場に今度の人事っていうのは近いぞっていうことで、これだけでメッセージとしてすごい伝わると思うんですよ ね。ですから、あのそういうメッセージを常に伝えるのは、なんですか、ちょっとかっこいい言い方すると伝道師だっていうやっぱり言ってるんですよ。人事、僕もそうだし、人事の部員にもみんなは伝道師だから、俺が行けないところは悪いけど人事の課長で4人いるから分担して行ってくれとかやったりとかして、で人事がなぜか知らないけど、ここなんか僕が部長になってからやたら来ると、正直うざいと言われたこともあるんですけども、でもそれでもいいんですよ、うざがられてもとにかくしつこく寄っていけばですね、あのいいというふうに僕は言っています。今具体的なこう日々の行動がなんかイメージ湧く話を聞かせていただいて、まずは現場をよく知ると、ネットワーク、手触り感のある現場感覚、ビジネス感覚を持ち、ビジネス特性から今何が必要かっていうのは戦略的な話までグッと上げて、戦略的な人事のプランを考え、それを経営としっかり握って社員に知って、まあ、徹底に伝わるようなメッセージで組んでいくと、
まあ、いうようなことが見えてくるんですが、今日話したようなことを基本的に現場に説明に行く感じですよね、うん、みんなからすると社長の給がいきなり出ても何のこっちゃっていうことになってますね、うんうん、で、なんで出したのかっていうことを説明に行ってっていうことが大事なんですよ。だからこういう施策を打った後に出しっぱなしじゃなくって、うん、やっぱり今おっしゃった現場の手触り感っていうのは現場の反応っていうのをあの話で聞くだけじゃなくて、うん、自分の目と耳で確かめに行くっていうのは僕は大事だと思ってて、でそれがもう規模のによってやっぱり難しいところあるかもしれませんけど、はいはいはい、とりあえずやっぱりメインのところは抑えなきゃいけないなというふうに思っています。伝える際にリーズン、ホワイが必ずあるということですね。で今ね、随分整理されてきた感じがするんですが、まあ、今戦略人事って何かということは一つ大きなカバーだと思っています。それで現場に話を聞く、そこからビジネス特性を把握する、あるべき人事プランを戦略とコネクトさせて描く、ここまでは多分努力すればできない人いないと思うんですよね。で多分聞いてて一番しんどいのは経営を巻き込むと、うん、それはもう合い口だった話で、まあ、気合と根性の話なんですけども、うん、もちろん西さんっていう社長さんが素晴らしいリーダーだったって話もあるんでしょうが、もしもそういう人じゃなかったら、うん、どうやってそのテレンテクダなのか、はいはい、気合根性なのか、はいはい、ロジックなのか知りませんけど、はいはい、経営を巻き込むってどうするのっていうなんかね、はいはい、そのありますか。これイメージなんですけども、僕はたまたま恵まれてたと思います。だけどもしもう経営がわからない人たちばっかりじゃないはずなんですよ。だから誰か要は自分の味方をやっぱりつけるっていうことだと思うんですね。例えば皆さんの会社だったら役員少なくとも複数の方いらっしゃると思うんで、その方々のうち例えばどなたでもいいからやっぱり味方につけるっていうことが大事だと思うんです。そうやってどん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 アメーバのようにですね、味方を増殖させて最後はトップにが一人なんか反対しても周りがそういうふうにそういうふうな形でみんながいやこれはいいんだっていうふうに持っていくっていうのはある意味一つは理想的ですよ。まあそれは簡単にはいかないっていうのはよくわかるんですけども、トップの無理解っていうのはよくあります。それは本当私も正直言って今の会社の前の時には正直言って苦労しました。アメリカから来た CEO でなかなか日本のことを理解いただけなくて、もうすごい苦労してもうニューヨークまでちょい直談判に行ったりとかして、それでもダメだったっていうことがあったんですけども、その時はやっぱりどうしたかっていうと、まあ基本的にその下の人たちとかその常務だとかそういった人たちをまず味方につけるっていうことを考える。いやしくも経営レイヤーにある方であれば話せば分かるだろうと、こういう感じなんでしょうかね。そうですね。だから分かりました。それの責任を持っていらっしゃる方のはずだっていう、そこはもうある意味信じること、信じる、だと思いますね。